FOSDEM2008 のデビルームの様子。FOSDEMは、フリーかつオープンソースのソフトウェア開発に関して、ヨーロッパで行われているイベント。世界中のFLOSS関連の開発者と、FLOSSに興味のある人を対象としている。開発者同士が会う場所を提供すると同時に、FLOSSの認知度向上と利用を推進することを目的としている。毎年2月、ブリュッセル自由大学で開催される。FOSDEM2008 で開催されたキーサインパーティーの様子。FOSDEMは当初、OSDEMという名称で、Raphael Bauduinが始めた。Bauduinによれば、オープンソースに貢献したかったが、コーディングなどの能力がなかったため、ブリュッセルでヨーロッパ全体を対象としたイベントを立ち上げることで、貢献しようと思ったのだという。各地から講演者が集まり、初回から成功を収めた。成功に気を良くしたチームは、これを継続しようとした。FOSDEMの F は、リチャード・ストールマンの要望で追加された。というのも初年に紹介されたソフトウェアの多くは、GPL ライセンスだったからである。翌年から2月に開催されるようになり、来場者も、講演数も増えていった。2009年現在、4000人から5000人が来場している。このイベントへの参加は無料である。イベントの非商業的性質を理解するスポンサーが資金を提供し、来場者にも寄付を申し出る人がいる。寄付をすると引換券がもらえ、例えば25ユーロ以上の寄付なら T シャツをもらえる。主催者側はすべてボランティアである。フリーソフトウェア財団の FSF フリーソフトウェア賞は、2001年から2005年まで、FOSDEMで受賞式が行われていた。ありがとうございます。